では皆様大きな拍手でお迎えください。吉木さんお願いします。吉木さんお帰りなさい。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、マイク入ってますか？スイッチかしら。はい、チェックチェック。あ、はい、はい、では改めましてよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ではもう早速あのメゾン吉木パリについていろいろとお話を伺いたいなと思うんですけども、まずはあのミラノのファッションウィークから凱旋帰国というニュースが飛び込んでまいりまして、日本にはいつ戻られたんですか？あ、最近です。これなんかストローとこれなんかルックス的に気に入らない、ちょっとごめんなさい、はい、ごめんなさい、すいません。なんかちょっとはい、直前に戻ってきました、はい、あ、そうなんですね、はい、あ、じゃあ 体調とか時差ボケとか大丈夫ですか？なんかいつ見ても、まあ普通に時差ボケですなんかこのナプキンの形もちょっと今なんかちょっと気になる、いろんなことが、あ、ナプキンはあってくれていいんですけど、ちょっとなんかルックス、ちょっとな形が良くないような気がちょっと別なものをもしかしたらご用意いただくかもしれませんね。はい、いや、あの今そしてこの会場で皆さんと一緒にですね、このメゾン吉木パリのファッションショーの様子を映像でご覧いただいたんですけども、どうでしょうか、このブランド初となるコレクションを発表された感想をまずお伺いしたいです。そうですね、 ありがとうございます、まあそのまあね、ミラノという場所でまあね、世界でも多分、パリスファッションウィーク、またミラノファッションウィークの、まあ、ほぼなんていうのかな、うん、最大の舞台で、こうやって、ね、自分のブランドメゾン吉木パリスがデビューできたということにちょっとあの感無量というか、はい、はい、でまあ、こうしたね、まあ大きなまあデビューを飾られたわけなんですけど、このメゾン吉木パリの構想はいつ頃からお持ちだったんですか？そうですね、まあ、構想自体は10年、ぐらい前からあったんですが、まあ、実際に形になってきたのは、僕は2019年にですね、東京であの楽天ファッションウィークの時に、まあ、僕の吉木物、今ももちろんやってますが、吉木物のファッションショーをやらせていただいて、その時に今のこのチームですね、メインの方たちがフランスからメインで来てまして、その時からこの、メゾン吉木っていうのが始まってはいました。だからまあ具体的に動き出したのは5年くらい前ですか。はい、ああ、そうだったんですね。あの今吉木物が出てきましたけども、まあ、2011年に立ち上げをして、そして、まあ、エッジの効いた現代的な着物のデザインというふうにあの、まあ、評判があり、そして東京ファッションウィークなどでも披露されてきましたけども、このメゾン吉木パリではこの吉木物はどのような位置づけになるんですか？そうですね、まあもともと僕はその呉服屋の、ね、息子、まあ、長男として生まれたんですが、うん、まあ、メゾン吉木パリスというのは、まあ、Ready to Wear という、まあ、今後も多分ヨーロッパをメインに展開していくと思いますが、まあ、吉木物の方は、まあ、その着物という、ね、位置づけで、まあ、どっちかというとメゾン吉木パリスがあって、その中に吉木物があるようなイメージになっていくのかなと思いますが、はい、はい、少し重複してしまうかもしれないんですけど、改めてメゾン吉木パリのコンセプトもお伺いしたいです。そうですね、まあ、ね、ジェンダーレス、そして、まあ、サステイナブル、アップサイクルですね、そして、うん、まあ、エッジが効いてるという、まあね、まあ、こうやって、うん、あのまあ、もちろん僕は音楽やってますし、ね、去年は映画監督としてもデビューさせていただいたんですけど、そしてファッションっていう、まあ、何を
やりたいんだっていうふうに思われる方もいると思うんですけど、もともと僕はその、まあ、XJAPAN でデビューした時にね、あのビジュアルショックっていう、まあそのね、音楽そしてビジュアルでの見せ方、うん、そして、まあ、奇抜な、ね、アウトフィットで、やってきていますが、結構自然な流れでここに来てるっていうふうに僕は思っています。はい、はい、ありがとうございます。そしてもうあの本当に世界中のメディアが取り上げて絶賛の声がですね続々と集まっているので、ここで少し私の方から紹介させていただきますね。まずはですね、あの Vogue US ですね、こちらはモダンなテーラリングとエッジの効いたディテールが完璧な調和を生み出している。ポロック風の赤いペイントで装飾されたデニムのセパレーツなど、より馴染みのあるプレタポルテと豊かなトレーンからなる伸びやかなシルエット、スパンコールやルレックスを使用した絹のようなガウンなど、グラマラスさとドラマティックが共存している、圧巻のデビューとなったと絶賛しています。そして、WWDUS はですね、イタリア産とフランス産のシルクなど貴重な生地で作られたクロップトップとフレアのローライズパンツでロックンロールなコレクションを届けた。ムースリーヌ、カルユール、そしてフェイクファーのアクセントがヨシキのクリエイティビティの核心ともいえるきらびやかな美学とシンクロしていると称賛しています。まだまだあるんですが、ニューヨークマガジンザカットはですね、メゾンヨシキパリのアイテムはすべてヨーロッパ製でミューグレーのスタイルに通ずるものがある。ヨシキからはデザイナーとしての堂々たる自信が感じられた。彼の多彩ぶりを思えば驚くことではないと高く評価していまして、まあ、ディーゼル、フェンディ、マックスマーラーといったもう名だたるブランドとともに一緒に記事に掲載されています。まあ、その他にもですねちょっと紹介したいんですが、あのファブ UK、ロイター、ロイターアジア、マダムフィガロフランス、ファッションネットワークフランス、また日本ですとボーグジャパン、ヌメロ東京、エルジャポン、 WWT ジャパン、ファッションスナップなどなど、本当にさまざまな国のメディアがあのメゾンヨシキパリのデビュー賞を取り上げてですね、初のミラノファッションウィークでの発表にもかかわらず本当に多くの注目を集めているんです。今ちょっとバーッと読んでしまいましたけども、吉木さん、これを声を聞いていかがですか？いや、とても光栄ですし、まあ、僕のね、関わってくれたチームがすごい素晴らしいチームが集まってくれまして、はい、まあ、スタイリストのカーリン・サーフさんとか、ね、ディベロップディレクタークッキーさんとか、まあ、すごいあの世界の名だたる方たちが僕のチームに入っていただいたので、うん、まあ、こういった結果を出せたんだと思ってますが、うん、すごい素晴らしいコラボレーションという、ね、声もありましたね。ではあの、まあ、今回のショーのお話にもちょっとお伺いしたいんですが、こうセットリストもすごく注目を集めていまして、ショーの音楽としてこだわった点なんかもぜひぜひお伺いしたいなと思います。あの YOSHIKI さんが手掛けられた新曲も含まれているんですか？まあ音楽家なのでこの、はい、まあね、まあ、ファッション業界の中ではまだ新人の部類かもしれないですけど、音楽としては、どこのハイファッションブランドにも負けたくないなみたいに思ってまして、まあ、勝ち負けじゃないんですけど、今回は5曲、まあ、全部、直前にロサンゼルスでレコーディングしてたんですが、はい、1曲目は先ほど皆さん見ていただいたちょっとナレーションが入って、あれイタリア語で入ってるんですけど、バッハのような曲は僕が作曲しました。はいはい、まあ、まだね、あれは90秒ぐらい短いんですけど曲になると思います。はい、2曲目はちょっと EDM 的なね、それも僕作曲しました。はい、まだ出来たてなんで曲名ついてないんで3曲目はですね、まあ、僕とあの藤原博さんね、今ミラノにいらっしゃると思いますが、今日は、一緒に共作させていただいた曲です。これもまだ曲名決まってないな。4曲目は、バッハですね、あの、まあ、僕はピアノ弾いたんですが、そこにちょっと自分なりにオーケストラをアレンジさせていただいて、バッハにオーケストラをつけたバージョンです。5曲目は、まあ、プッチニーの有名な曲ですね、
これも、まあ、自分なりにオーケストラアレンジさせていただいて、うん、ちょっと転調とかも含めて YOSHIKI レンディションっていうんですか、 YOSHIKI バージョンを作らせていただきました。で、まあ、ファッションショーに合うように、ファッションショーに合うように音楽を今回制作させていただきました。ファッションショーに合うような音楽というのはどういうことでしょうか。まあそのね、歩くテンポ感とかも含めてすごく研究しました。で、まあそうですね、最初はちょっとかなりアップテンポでいって少し落としてっていう、最後クラシカルで壮大なっていうのを、それはね、そのモデルさんたちが、まあ、これプロダクションも僕全部関わってるんですが、はい、その歩くスピードとかに合わせてテンポも、僕以前アメリカであのゴールデングローブのテーマ曲、ゴールデングローブ賞ですね、作ってるんです。その時も結構皆さんが登壇する時のテンポっていうのをすごく研究しまして、まあ、当時の関わっているプロダクションの方たちからいろいろアドバイスをいただいたので、そういうのが今まあ、身になってるというか、いろいろ生きてきてるんですね、はい、だと思いますが、はい、一番苦労した点は何ですか。まあそのね、まあ、海外の地でそういう、まあ、自分でもそのミュージシャンとしてはいろいろやってきてますが、まあ、去年デビューさせて映画の件もそうですけど、やはり、うん、ある種そのね、新ジャンルというかところに行って自分の思っている美を表現したいっていう、まあ、プロダクションに関しても、ファストンシートベルト、なんか素晴らしいイタリアのプロダクションチーム、多分ディーゼルとかグッチも同じチームやってるんですけど、うん、まあ、一つ一つ自分の伝えたいことを説明するっていうのが、まあね、日本、アメリカ、パリ、ミラノっていう、それをつないでミーティングを毎日ここ数ヶ月してたので、まあ、そういったコミュニケーションっていうのが、まあ、その自分の気持ちを伝えるってことがすごく最初は大変でしたけど、うん、まあ、最後こうやってまとまってよかったなと思ってます。新しい表現方法の一つでもありますもんね。音楽とはまた違う表現方法ですもんね。はい、では少し話は変わるんですが、今こうしてね、ファンの方もこの会場にいらっしゃるんですが、皆さん気になっていることだと思います。メゾンYOSHIKIパリのアイテムは一般の方でも購入できるのでしょうか。はい、そうですね、まあ、一応5月にこのオンライン上で、予約ができるようになりまして、多分20点ぐらいかな、はい、そして9月にはお届けできるような、ことになるということになってます。はい、はい、じゃあ、まあ主に主要アイテムであるウェアやアクセサリー、スニーカー、こちら公式のオンラインショップで展開されるということでよろしいですか。はい、うん、はい、まあ、はい、はい、まあ、5月の初旬頃から予約販売スタートして、そしてまあ9月頃に配送予定ということで、皆さんぜひチェックしてみてください。まあ、YOSHIKIが言うとそういうのってなんかね、あまりなんか、はい、その予定です、はい、私のね、いただいている情報にもそう書いてあるんですけどもはい、でも本当にね、すごい楽しみですよね。はい、あとそうですね、最後の質問にはなるんですが、このメゾンYOSHIKIパリの今後の展望についてもお伺いしたいです。はい、まあ、今回こうやってデビューさせていただいて、引き続き次のコレクションも準備中ではあります。はい、はい、すでに、僕は明日またちょっとパリに行くんですが、明日はい、はい、まあ、24時間、もう24時間後は向こうで何かやってると思いますが、はい、はい、その打ち合わせ含めて、はい、お忙しい、本当に世界を飛び回ってらっしゃるんですね。さあ、そしてこの後はですね、マスコミの皆様に向けての質疑応答の時間に入るんですけども、その前に、まあ、こうしてファンの皆様もこうしていらっしゃることですし、配信を見ていらっしゃる方もいらっしゃるので、まあ、改めてファンの皆様に向けてメッセージいただけますか。あ、はい、そうですね、まあ、いつも僕がいろんなことに挑戦していることを、応援してくれて、感謝しています。皆さんのおかげで、僕はこうやって、うん、まあ、
なんか自分の夢を一つずつ実現することができてるのかなと思っています。本当に、ファンの皆なしでは、できないことだと思っています。はい、はい、ありがとうございます。ではここから質疑応答のお時間とさせていただきたいと思います。本日はですね、海外メディアの方にもご来場いただいておりまして、そちらは同時通訳にて実施しておりますので、よろしくお願いいたします。ではご質問のある方はですね、恐れ入りますが挙手の上、媒体名とお名前を申し上げていただいた後にご質問をいただけますか。ご質問はマスコミの方のみとなっております。ではではよろしくお願いいたします。質問のある方、挙手をお願いいたします。では今手を挙げてくださった2列目の方、お願いします。ファッションスナップの辻と申します。ミラノでもショーを拝見させていただきました。ありがとうございます。藤原博史さんとのコラボレーションということなんですけれども、藤原さんも音楽とファッション両方手掛けてらっしゃる方だと思いますが、お二人の中でどういったところでこう化学反応が生まれたり、こう気があったというような点があるのでしょうか。はい、実はですね、博史さんとは僕もう30年ぐらい前から友達なんですね。で、僕去年ですね、フランスで僕バカラの、新しいデザイン、バカラグラスですね、メゾンヨシキでも多分、メゾンヨシキとバカラというダブルネームで今後発売予定なんですが、そのデザインの打ち合わせでフランスに行ってたんです。パリに行ってたんですが、あ、フランスか。その時になんかそこの社長さんが、ひろしさんも来てるって言って、え、あの藤原ひろしさんって言って、はい、そこで久しぶりに去年再会して、ひろしさんもバカラのデザインをやってらっしゃるので、あ、でそれでまあそこでお会い、また久しぶりにお会いしたんですけど、じゃあお互いに似たようなところにいるので何かやりましょうよみたいなことで今回ね、楽曲を制作させていただきましたし、制作もしています。まだ、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。ではお次の方、挙手をお願いいたします。あ、また2列目の方ですね、どうぞお願いいたします。マイクは、あ、後ろから今マイクが届いています。 Hello, please let me speak in English.So my name is Emily, a freelance writer. So first of all, congratulations on your successful show. I just have one question regarding the world-class team you assembled. Please tell me more about this team and what it was like working with them. Oh, you're talking about the, so sorry, can you repeat one more time? Sure. So please tell me more about the team that you assembled for your fashion show. Okay. And what it was like working with them. Okay, so... Yes, so the mainly my team is coming from France, Paris. So that's why I say Maison Yoshiki Paris is the actual name. So I launched the brand in Paris. So obviously, like, they are like a key person for my fashion brand. Then they're also working with, you know, other brands as well. So let's see, the stylist, Carleen Self. She's one of the biggest figure in the fashion industry. Then I'm very grateful to be working with her. So in terms of the like fashion show, the styling is one of the key factor of the, you know, creating the show. So also let's see, the hair makeup and hairstylist, as well as the casting director, her name is Maida. She's one of the legendary casting directors. So also Cookie, she's a development director. So basically, you know, didn't happen like overnight. So it took like several years to be, how do you say, to creating the trust in ourselves, then try to create this amazing that show. So I didn't really decide where those people should come from. Can be from Europe, can be from anywhere in the world. So then, you know, became good friend and decided to work together. So, hi. Thank you. ありがとうございます。
まあ、今のね、チームビルってどんな風なチーム、どんなチームだったのかとか、まあ、そういうお話ですね。はい、そうですね、スーパーチーム。そうですね、まあ、そのファッション業界の結構重鎮の方たちが、うん、集まっていただいて、まあ、キャスティングディレクター、キャスティングしてた方も前だってすごいあのキャスティングの業界ではレジェンドなんですが、そういった方たちに支えられてっていう、で、まあ、からあのまあ、メイクアップにしても部屋にしても、まあまあ、で僕がそのチームを集めるときに、まあ、どこどこの出身である必要はないなと思って、ね、それがフランスでもアメリカでも日本でもということで、まあ、世界中を視野に入れて今回チームが集まっていただいたということで、まあ、それぞれの分野で本当に、まあ、自分も常にその学ぶことがあるぐらい、まあ、たくさんあるっていう、そういうなんかすごいアドバイスをいただきながら、なんかいい感じでできたと思っています。はい、はい、ありがとうございます。ではお次の方いかがでしょうか。はい、ではお願いいたします。ヌメロ東京の田中子と申します。本日は、ご招待ありがとうございます。そしてメゾンヨシキミラノコレクション発表おめでとうございます。すごい素晴らしかったです。すごい気が据えているお話なんですけれども、メゾンヨシキは今後、毎シーズンコレクションの発表を行うご予定なんでしょうかっていうのと、先々メンズコレクションなんかも視野に入れてらっしゃるのかどうかなどをお伺いしたいと思います。そうですね、まあ今現在ですが、はい、はい、次はそうですね、秋に行われる多分春夏に向けてもう動いているので、うん、そしてまあそのメンズということに関しては、今現在やはりそのメゾン式パールスっていうのが、まあ、ジェンダーですということなので、今のところはその、まあ、ウェメンでいこうと思っています。はいですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではお次の方、ご質問のある方いらっしゃいますか。大丈夫そうですかね。はい、ではこれにて質問はじゃあ受付は終了といたします。どうですよ、吉木さん、この後フォトセッションに入るんですけども、最後に何かまだ言いたいこととかあればお願いいたします。うん、そうですね、まあ、先ほども言いましたが、この僕が今音楽、そして、まあ、映画、そしてファッションをやってるっていう、うん、まあ、自分の中では自然の流れであるっていうことが一つと、まあ、うん、多分まあ今このね、時代というか、うん、ある種音楽業界もなんていうのかな、うん、結構、うん、ドラマティックに変わる時が来てると思ってます。ね、まあ今年の頭に、ね、新聞のインタビューでその AI がこのエンターテインメント業界にどのように影響を与えるかみたいな話を、うん、インタビューさせていただいたんですが、本当にこの、うん、5年もかからないかな、もう数年で、うん、まあ、あんまりなんかそういった講義みたいなつもりはないんですけど、まあ、興行っていうんですか、うん、ライブエンターテインメントっていうのは、うん、まだしばらく安泰だと思いますが、これだけ AI が氾濫してきて、うん、その制作ですね、まあ、僕も作曲家でありますが、まあ、プロデュースとかその制作するところで、うん、まあ、どこまでがその AI が作って、どこまでが人あの僕ら名前の人が作ってっていう区別がつかなくなってきてる時期でもあって、まあ、音楽業界というのがこれから、うん、かなり、うん、大変な時期に入ると思っています。まあ、それは同じように映画業界でもね、言えてるっていう、まあ、その肖像の問題だったり、音楽業界でも誰々の声が自由に使う、ね、自由というか変えられる、まあ、映画もこの、ね、ハリウッドストライクしてましたが、そういった核兵器に入る、まあ、そして、まあ、ファッション業界ですね、うん、ファッション業界も、まあ、これからいろいろ変わっていくと思うんですが、まあ、そのアーティストというのが、うん、
まあそのなんていうのかな、まあ、多分アメリカでもそういう流れができていると思うんですが、その音楽だけでなくそのライフスタイル自身、ライフスタイルをそのブランド化して、うん、でファンの皆さんとになんかそういったなんで共有していくというそういうスタイルに、今後業界自体も変わっていくんだろうと僕は思ってまして、うん、まあね、今は YOSHIKI は本当にどこに向かっているんだっていう思われるかもしれませんが、はい、まあ、3年後とかにあこういうことを言ってたんだっていう、うん、ような気がしますし、はい、僕がその XJAPAN デビューした時というのはやはりその、うん、ある種業界が変わってきてる時であって、うんですね、まあ、当時はインディーズって言葉もなかった、まあ、インディーズというかその、ね、やはり自主制作というところから始まったっていうところでいろんな世の中が変わってきてる時にいたんですが、うん、まあ、これからそうやって、うん、時代がかなりのスピードで変わっていくんだろうなっていう、まあ、その中で自分としても、うん、まあ、構想は長かったんですが、うん、このタイミングで一気にデビューさせていただこうということでそのメゾン YOSHIKI、パレスで立ち上げさせていただいて今回ミヤノでデビューさせていただくというちょっと話がいろいろ飛びましたがそういった中で、今回の、うん、ファッションウィークへの参加が決意したというそして、今回それをやらせていただいて、うん、今ここに、まあ、日本に来させていただいてちょっと記者会見をやらせていただいているということです。はい、ありがとうございました。なんか未来の答え合わせが楽しみですね、はい、では質疑応答はこれにて終了とさせていただきます。ではこの後はフォトセッションに入ります。では準備が整いましたらお呼びいたしますので YOSHIKI 様一旦ご登壇ください。では皆様拍手でお送りください。